お土産を買いに行く日にしようかなと思ってます。こんにちは。ヒロメゾーは一人浮き輪を持っていきました。念願ですよね、アンタラスの方がね。はい、おはようございます。8日目スタートということになっておりまして、今日はね、アレイワの方に向かいたいなと思います。アレイワもね、5年ぶりですよね、行ったって言って。前回の反省を生かして、寒かったから上着もね、一応褒めてきました。バスの中が非常に寒い。これで1人前なんで、僕らは2人でもう十分、うん、そんな食べれないよ。グランデサイズぐらいあるよね。いや、コンビニで行ったら出る以上はある。全然ある。セブンとか、はい、今の何食べてみるね。サラダ、かけるね。うん、それ以外かけるやつなくない？はい、食べましょう。はい、食べてください、先。よし、食べようぜ。うん、ちょっと変わったらドレッシングな、うん、ドロッとしてる。だからこれドレッシングって言ってたよね。ドレッシングっていうよりかはソースみたいな。はい、グモーニング優しい女性は去っていったのだった。Thank you。 はい、こちらどこですか？これは石鹸屋さん。石鹸屋さん。石鹸屋さん来たくて。ファクトリーやね。うまいね、いい匂いやね。サマーズだ。サマーズがかかってる。あ、工場計画してるんだ。すごい。作ってるんだ。あ、すごっ。これ石鹸？うん、はい、はい。アンボックスソー。あ、これいいんだよ、マジこれ。こちらはですね、サマーズさんが来たように、映像が流れてます。でも、だからといって日本語で話すっていうわけでもなく、英語は必要みたいですね。スウェット設計でございまして、すでにこの人買っております。僕はね、入店して5分ぐらいで少しちょっと飽きておりますが、待ちたいなと思います。これは今何もないじゃんな、何もないとこに。いいかな、いけてるかな。あ、できた。すごい。かわいいじゃん。え、もっとやろう。かわいい。並べよう。この買って方ね、かわいいやつ。できた。何で書いてんの？かえ、ワイルア？ワイアルア？ここの地域じゃない？できたね。はい。楽しみ。アイスコーヒー。 Thank you。 めっちゃいい匂いや。わあ、いい匂い。出ました、ビッグウェーブシュリンプ。
何がいい？マンゴーみたいなのあるの？ガーリックベターシュリンプとか、バターでスパイシーシュリンプとか。それではお待ちかねの皆さん大好きパタゴニア、これですね、行きたいなと思います。体操っていう人がいてるんやけど、その人とお揃いのね、何かがあれば買ってあげたいなと思ってるんやけども、どうでしょうか。この辺やろな、多分。それでは買ってきました。何を買ってきたんですか？ T シャツ。はい、残念ながら僕は、何も買っておりません。このルールのパタゴニアとあんま変わらんねんな。特にここやからあるっていうわけじゃなくて、前は確かあったんじゃん、ここしかないやつって。わからんか。わかんないけど、でもでもまあそれちょっとセールで安かったよな。そうそう、こっちの方が数は多いな。うん、あのこのルールより多い。くすんでる色が多いんですよ。黒とかグレーとかっていう色が多いんで、体調がね、ちょっとそれ似合いそうにないのでね、今回パスしました。でまあ僕もね、そんな着たいって思うのがなかったんでね、次今から行くセレクトショップがあるんでね、そこでもし何かいいのあったら買いたいなと思いますけども、行こうかなと思います。オフィス用にこちらでコップを買いました。これカメラのレンズにそっくりなんですけど、上のね、蓋を開けるとね、なんとコップになってるんですよ。可愛らしいでしょ。これ着てみる？めっちゃ可愛くない？それはちっちゃすぎや。それちっちゃすぎや。これキモすぎや。なんか短いね。短い。うん。L の方がいいじゃん。を使いました。スウェーデンのショーツみたい、水着、リゾート用の水着みたいなんですけど、可愛い感じになっちゃいました。それ何？マンゴーの？マンゴーの。これ何？今吸い込んだやつ。餅。あ、餅。うん。ほんで、下にバニラアイスがいる。暑いですね。餅合うね。うん、かわいいじゃん、これ。ラメタツ。パイパン超かったっすよ。あ、タクタクタクあったよ。やったじゃん。だいぶでかいの。でかい？すぐにできまだ。そう。今回は、ステッカーを買うみたいです。このサーフ&シーって安なきないですか。かわいいな。かわいいね。うん、このアロハも可愛い。アロハもそう。ああ。やばいね。ハモツはい。ハモツする。あ、大丈夫。あ、かまない。可愛い。可愛い。可愛いやん。二枚ゲット。可愛い。ありがとう。
現在時刻がちょうど、4時になっておりますので、今からホテル帰って、ディナー行くんやったらディナー行って今日終わりっていう感じですが、今からホノルルの方に約1時間かけて戻ります。はい、それではホテル周辺に戻ってきました。今日は晩ご飯で、なんか最近新しくできたところみたいなんですけど、ヨットハーバーみたいなところに、なんかワンプレートランチみたいな感じで、ディナーっていうか晩ご飯、テイクアウトできないとテイクアウトしようかなと思ってますけど、なんか夕日がもう沈んじゃうから急げって言われて、彼女は急いで歩いてきました。歌歌ってますわ、後ろで。このブルーウォーターシュリンプ&シーフードマーケットっていうところに来ました。ステーキ&シュリンプある、あれにしようかな、これ。よくハワイの人がやってる見る光景だね。これはな、甘い激甘。ブリトー、なんかチンして温めてくれてました。何ブリトーで、ハッピー、よしゲットしてきました。じゃあ行きますか、そしたらね、海に。やってるじゃん、やってるじゃん。なんでそんな急いでんの。早く食べたいから。早く食べたいから、うん、何買った。ドーナツ。そんな必死なんて撮るようなこと、これ。そうね、いいとこ、いいポジション取られたかな、うん、まあ、めっちゃサクサクじゃん、やば。うまっ。うん、めっちゃゆず。それではね、次は、今からご飯食べに行きたいなと思います。Sorry. Thank you. ご飯行きたいなと思います。メディートに行きます。ここのアロハステーキハウス美味しいみたいなんで、僕らは今回行けませんでしたが、だって同じ店今日行くんだもんね。アペティートに。ちなみに今日アペティート行くのはなぜ行きたいんですか。美味しかったね。キノコリゾートトリュフの、キノコのトリュフのリゾートが美味しかったよな、うん、ここです、ここです、ここやね。やっぱり飯の時は歩くの早いんだよな。あ、これですよね、マッシュルームチーズリゾット22ドルのこれなんですよね。では、せーのでいただきます。
これロングボード。まずこちらがカニのパスタですか。これはちょっと一回取ってみるわ。うまっ、うまっ、これうまい。食べてみて。いただきます。お前の感覚ですよ。本当においしい。もっとこっちからウィーンって帰ろうよ。あ、おしっこ漏れそうやね僕。トイレ行ってくればよかったじゃん。いいの？なんで？アペティートどうやった？美味しかったけどトイレ行ってくれば。途中でじゃあトイレ行くわ。まあそれよりも店の感想教えてよ。めちゃくちゃ美味しかった。美味しかったよな。すぐお腹いっぱいになっちゃった。あらまあ、体ちっちゃいからね。体ちっちゃいけども欲だけはでかいからね。そうそうそう。ね、まあでもよかったやん、2回も行けて。美味しかった。本当に美味しかった。あれ確か22ドルぐらいすんねんけど、3000ぐらいだけど価値あるよな、あれは。日本でも食べたいよな。食べたい。あとはちょっと高いかなっていう。日本でやったらあんな20ドルも30ドルも用出さんけど、キノコのチーズリゾットだけは22ドルでも食べたいって思うよな。食べたい、美味しい。美味しいよね。美味しい。いや、よかったです。じゃあ、我々はこの後はヒルトンの花火まで散歩するってよろしいかな。散歩する。はい、じゃあ散歩しましょう。行きましょう。では、フラダンスよろしくお願いします。あー、青出てる。フラダンスの前にとんでもない男が出てきたけど、よし、フラダンスやろうか。お腹いっぱいいるよ。恥ずかしいよね。フラダンスしてんねんな。うん、あ、もう沈むじゃん。見に行こう、とりあえず。我慢して。Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing.Everyone judges. 我慢してよ。ちょっとトイレ行ってたらね、嫁蔵さんとはぐれました。あの人ね、なんか夕日みたいからって言って、ちょっと待ってってかって言われたんですけど、パッてトイレ行ってる間にはぐれちゃいました。さてさて、うちの姫はどこにいてるんでしょうか。おそらくね、スマホをね、夕日にかざしてるとは思います。あれを撮ろうとしてね。さーて、どこにいてるかな。これ以上先は多分行ってないと思うんですよ、砂浜やから。どこかな。姫どちらでしょうか。ビーチのどちらでしょうか。出てすぐ屋のとこですね。かしこまりました。怒っておりました。出てすぐや言ってましたけど。あ、おったおったおった。Problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever.10日目っていうことで、ずっと仕事しました。おしゃれな格好ですね。はい。第2回目のハワイは成功やったっていうところでよろしいですか。大成功です。